はい、皆さんこんにちは。ニューロサウルス飼ってるやつ大体変態。どうもジョゾンです。はい、どうも皆さんこんにちは。ラファエルのモノマネやってるやつ大体変態。どうもスです。今回ですけども、キチューマニアのジョンソンが、家に遊びに来たということで。ツイッターの方で募集したんですよ。いろいろとその機中に関する質問くださいっていう風に。で、今回はそれに募ってきた、質問について答えていきたいと思います。で、僕ね、そんなにっていうか全然詳しくないんで、もうぶっちゃけ初心者なんで、僕がこの来た質問を、音読しながらジョンソン君が答えていくっていう感じでやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。昨今の世界政治情勢についてどう思われますか？かっこ気中の飼育者としての観点から。ちょっと何言ってるか分からないです。ダイオウサソリかタランチュラのブラジリアンブラックを買おうと思ってるんですけど、気をつけることありますか？一応有毒種なので取り扱いには十分気をつけてください。爬虫類気中のここが可愛いと思う点はありますか？かっこ興奮する部分でもいいです。僕は捕食するシーンが一番好きです。まっすーは？俺は前のあのタランチュラのあの白い糸をどんどん出してるっていう動画見てもらったら分かるんですけど、そういう白い糸を出す瞬間とか、あとは捕食する瞬間とかで、交接部分とか、あ、ちょっとあれやな、このぐらいで押さえておきます。はい。寄虫はどの種類の子が飼いやすいとか育てやすいとかありますか？僕がおすすめするのはサソリのアジラフォレストスコーピオンとかダイオウサソリとかが多分一番入りとしては簡単かなと思います。ダイオウサソリを繁殖させたくメスとオスを揃えたのですが、メスが小さくオスの方がでかいです。こういった大きさの違いで繁殖ができないことってありますかね？一方両者とも、元気です。来てもらった写真をここに貼りたいと思うんですけど、こんな感じでメスがまだ成虫じゃないなって思ったんで、メスがちゃんと脱皮して成虫になってから交接にチャレンジしてください。ポイキロテリア族は多頭飼いできると聞いたんですが、ビンが違ってもできるんですかね？やっぱ同種同種じゃないと無理ですか？結構ポイキロは多頭飼いできるとか言われてますけど、やっぱり事故のことを考えて単独で飼うのがベストかなと思います。ヤスデちゃんを迎えて今のところ元気にしているんですけど、ヤスデに限らず虫の元気かそうでないかの確かめ方ってやっぱり触ってみたりしないとわからないでしょうか？何か分かりやすいポイントなどあれば教えていただきたいです。結構寄虫によって見分け方が違うんですけど、例えばヒヨキムシだったらお尻を上げ取ったら元気とかあって、その個体個体で違うんで、なんか俺が飼育したメガボールとかやと、やっぱ死ぬ瞬間の1週間前か近づいてくると死相って言って、なんか黒いブツブツとか出てくるんですよね。でムカデとかでも死相が出てきたりして、ああもうこの子ダメやなっていうのは分かったりしますね。トビズムカデ飼育検討しますが、日温世話で噛まれた場合、お湯で流して薬だとりるるる塗らなきゃいけないほどの毒性なんでしょうか？実際ムカデとかはアナフィラキシーショックの可能性が高くて、トビズムカデも実際海外で死亡例が出てるんで、稼いだ時は一応熱湯で毒を消して、でそれでも症状が悪化した場合は病院に行ってください。爬虫類寄虫を飼育する際に一番気をつけていることは何ですか？やっぱり虫とかは脱走すると寄生が入るんで、脱走とかに気をつけてほしいのと、あと有毒種は刺されないようにしたりするのを心がけてほしいです。こいつ変わってて面白い。または飼育を進めて基地は何ですか？僕は今飼育している中でサソリが一番多いんですけど、あのホルンがめっちゃかっこいいし、交接ダンスも面白くて、実際僕もちょっとやってみたいなと。あ、そうだ、俺もめっちゃしたいんだけど。ちょっとやる、やろうかな。やろうやろうぜ。はい、ということで、ちなみに僕なんですけど、僕は、やっぱりいろいろ飼育してますけど、みんなそれぞれ面白いし魅力があるんですよね。なんでそういう風に他人から勧められた生態を迎えるっていうのよりは、どっちかっていうと自分がほんまに迎えたいっていうのをペットショップで行ったり見たり、あとは電子書籍とか雑誌とか見て、まあ、そういう子を自分で選べばいいんじゃないかなと思います。やっぱりね、それぞれ価値観が違うんで。はい、ということでね、今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思うんですけど、今回ね、出演してくれたジョンソンくんは、YouTube チャンネルがあって、ムカデとか、あとは処理。で、最近やと、ゴニューロサウルスについての解説動画とかも出してて、結構面白いんで、もうおすすめっすよ。もうね、もう本当にマニア向けの動画やと思うんですけど、まあよかったら見てってください。お願いします。はい、ということで、僕は、はい、この動画がいいと思った方、ぜひ高評価ボタンお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。